本当にな、あの地区祭、あのたくさんのな、はい、援軍に囲まれて、はい、まあ、あの再開できたわけだけれどもね、はい、まあ、我らもこの先ないろいろ出陣情報あるな。はい、ございます、はい、ございます。せっかくだから言って。はい、うん、この場をお借りして出陣情報をあのちょっとだけな、うん、もういよいよ来週ですね。来週木金から始まりますが、はい、5月の30日木曜日より、平日のおもてなしは名古屋城の清洲ブースにて行うこととなります、はい、6月の半ばまでですね。そうだな、はい、みんなは知っとるか、名古屋城の本丸御殿がついに復元され、そして一部が公開されることになったんだ。来週の水曜日からだな。そう、我らが参るのは木曜日からじゃ、はい、ああ、そうだな。30日31日は、全員でおもてなしとなっております。その後は、順番にね、交代交代で2人ずつぐらいですね、出陣いたしますので、皆はね、ぜひぜひ本丸御殿見に来てじゃあよ。わし本丸御殿見に行った、はい、内覧会でな。内覧会に行ってきたんだから、いいぞ。早いですね。いいですかね。大雑把な意見だな。いいぞ。いいぞ。すげえいいぞ。詳しいことはあの後でコンログに聞いてちょうだい。というわけで、あと、まあ、あと、なんだ。一応キオスのこともはい。と思いまして、あの6月の1日2日はですね、はい、西琵琶島祭りがございまして、うん、でわしらは、今のところは2日の日に、はい、出陣いたします。6月2日だって。あ、信長様の命日にございます。痛い痛い。ということで、あ、痛い。というわけで、検証祭も、はい、私が腰入れた日です。そうだね。誰も聞いてないぞ、命を。はい、あれ。まあ、ぜひともね、6月2日に渋谷島の方に来ていただいてね。はい。検証祭もあります。あれは今日ないのか、はい、申し込みはやらんのか。今日はせわしいな。そうか。じゃあ、まあ、あと来週の水曜日だけ、はい、あの我らの援軍隊のね、受付もやっとるもんでね、はい、もう残すとこあと1日かじゃあ、はい、うん、そういうことなんですね。水曜日だけだからね、はい、水曜日だけとなります。ぜひともぜひとも、とあとな、はい、あのそこのふるさとの館、はい、そこでなグッズの方も販売しとるもんでね、はい、まあ、よかったらこの後おもてなしがてらね、はい、一番これ終わった後にね、またにぜひとも一緒に行ってなんか買ってってくれるとわしは嬉しいな。すごい嬉しいな。そうですね、みんな汗かいたと思いますし、はい、お着替えとかタオルとか、はい、まるでね、まあ、はい、一緒に見ようか後でね、はい、というわけで、そうだな、せっかくだからみんな集まってもらいましたね。あ、そうだな、じゃあ、はい、今日は援軍に駆けつけてくれたみんな、よかったら、はい、ステージの方、はい、あれ、同盟軍の地上です。どこに行ってしまった。お地上で忍びの自由だな。皆さん集まってもらっていいですか。はい、武将隊の皆様、まあ、基本的にね、はい、武将はね、俺がだからね、はい、割と自分自家中将をもてさせてごさかすで、はい、盛り上げ隊の皆さん。そうだね。はい。はい、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 ありがとうさん、ありがとう、ありがとうさんね、ほんとにね、もっと真ん中に、はい、真ん中の方に来てくださいませ。おかしいな、あ、真ん中、よろしいか、いや、真ん中ここなんでね、はい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 、みんなギュッと、ギュッと、もっ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 と、はい、そう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 、はい、よし、というわけでね、まあ、はい、本当にな、今日集まってくれてありがとうさんちゅうことでね、はい、じゃあ最後に順番にご紹介してまいりましょうか。そうだ、今日の感想かなんかも、はい、あの言ってくれるとはありがたい。みんな役名を覚えとるか。まあ、そこから覚えてないでしょう。書いてあるで大丈夫。はい、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 こっちから一人ずつですか。はい、出演中に、なんか、はい、代表の方で、あ、そうだな、じゃあ、はい、はい、尾張一宮武将隊の代表の方は、はい、勝ち取れどうも、はい、はい、はい、選挙みたいになってますよ、清き一票、はい、今日はね、本当にこう暑い中で、皆さんね、集まっていただきありがとうございました。我々援軍にね、来た甲斐があったというものです。まあ、こんな感じで、まあ、清洲含め、岐阜もそうですけど、この名古屋より、ね、北の方の、皆様とね、これからも、頑張ってやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。清き一票でした。はい、清き一票さんから一言でした。はい、その名前じゃない。はい、はい、お次が戦国キッズダンスユニットの、はい、忍びちゃんのお二人です。はい、踊って楽しかったです。はい、ありがとうね。ありがとうございました。はい、どうしました。お姉ちゃん脇腹殴ったみたいに見えたよ。はい、ありがとうございました。お姉ちゃんはいいのか。今日から前髪が増えましたとかいいのか。大丈夫。はい、ここに釣り合いもでし。では最後が、菊城盛り上げ隊の皆さん。はい、本日は暑い中ありがとうございました。うん、さ、
声をかけていただき本当光栄でございます。お父様もうちょっと声を張っていただきます。前のお父さんじゃないだろ。そうでした。じゃあですね、最後にミラノ州元気であるかと聞きますので、思い切り大きな声で拳を突き上げて、おーって言ってくださいね。はい、お決まりがあるの。これが球場盛り上げてる最後のお決まりでございます。なるほど、それやってみましょうか。はい、じゃあ行きますぞ。ミラノ州元気であるか、おー、あば、もう一度、もう一度、もう一度が中断だ、中断、これが一番、もう一度だ。もう一度行きますね。はい、もっと行きましょう。元気がないと何もできませんからな。はい、なんか聞いたことある、聞いたことある、なんとないですか。あ、まあどうぞ、行きますぞ。ミラノ州元気であるか、あー、ありがとうございました。最初のオッタと最初の、はい、球場盛り上げ隊の皆さんでした。はい、本当にな。じゃあ帰りを締めてええのかこれ、と思ったんだが、まず先にだ、はい、後になるとまた集まりにくいので写真撮影をやる。写真撮影を、せっかくみんなが集まってくれたもんで、じゃあみんなもう 2,3 歩後ろに下がれるから。そうです、しゃがめないし立つないし、はい、暴れるないし。ちょっと下な、暑いかもしれんでね、膝つくものは気をつけよ。そうですね、大丈夫か、その膝大丈夫か、大丈夫かな。